はい、どうも、成功法で負けない FX のりまるです。今日は2018年9月の14日、週末の金曜日ですね。今、時刻は22時44分になったところなんですけども、今日はね、ちょっと今の時間から、今週の振り返りっていうところ、いつもね、週末土曜日、来週の日曜日に、時間のあるときにね、お伝えしてるんですけれども、まだ、クローズの前の時間、チャートが動いている時間帯にちょっとね、あれこれとお伝えしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。それでさっきね、ツイートしたところなんですけども、これ、ドル円ですね。9時半かな。9時半の重要指標、アメリカ重要指標ね、発表直後に、一度大きく値を下げてから、直近の安値、これ更新せずに、サポートされているのをドーンと上げてったってところですね。で、これを見て、下の方から持ったポジションをね、一回決済をしました。で、決済をしたところから、土天の、ね、売りをね、仕掛けたというところですね。で、そういう意味では、この直近の高値、にして、逆張りをしたというところです。で、それがどういうところかというと、こんな感じですね。で、直近の安値、今日の日中、昨日ですね、昨日の夜に、この 111.6 円付近、この直近の高値付近というのを、グーンと上抜けていったんですね。で、切り下げてきている、高値切り下げてきている流れを上抜けていったと。これは昨日の夜の動きですよね。なので、この次の目標値、こういったところがね、112円とか 112.2 円とか、そういったところまで値が進むかなというところは見ていたんですけども、その前々からね、見ていた通り、高い位置まで来たら、売ろうかなと。その準備はしていたんですよね。で、先ほど、ちょうどね、重要資料発表直後に、一度値を下げてから、高値挑戦しに行くのはね、112円にアタックしに行くような流れがあって、短期足で見るとこんな感じですよね。一旦、飛び抜けたところから、強く売られたり、乱高下しているような状況があって、ここからね、売りが始まる可能性が、高いのかなというところ、一つの可能性としてね、あるかなというところでね、逆張りの目を仕掛けてみました。はい。そこまで今日の日中はね、こんな感じでダラ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 と上昇していくような流れっていうのを想定していたんですけども、一度大きく値を下げて、押し目を作ってから、ぐんと上昇していたと。で、こういったね、重要指標の力を借りて、一旦安値を試しに行ってから上昇するような動き。これで、例えば直近の高値をこれ超えられないような流れになってくると、なんでしょうね。失望にというかね。みんなが諦めるというか、これ以上上がらないのかなという判断を、するような、心理状態になって、そこからスコーンとね、落ちていくようなチャートっていうのも、想定できる場面で、一旦それをね、見越して、売ってみたっていうことですね。ただ今日、明日、明後日、明後日と、日本が3連休なんですよね。で、月曜日が、休場。東京市場が休業というところで、火曜日から平常営業ですよね。で、こういった動きの中だったり、休場を挟んだりすると、大きく窓を開けてね、そうする可能性もあるので、今日の、クローズの時間まで、明け方の時間まで、土曜日の早朝までですね、に、ポジションを決済しようとは思っているんですけども、仮にこれがね、大きく値を下げてきたとしたら、持ち越していって、損切りは、この直近の高値ですね、すぐ上、112.05 付近、この辺りにおいて、ちょっとね、持ち越していこうかなというふうには思っています。で、これがね、前から見ているというか、突き足とかで見た時の、この戻り売りが入っていきそうな場面、タイミング的に、このあたりである可能性も、なきにしもある。だったりとか。日経平均がね、順調。ダウ平均株価も、復調してきていて、かなりこう、みんなの危機感が薄れてきたというか、こういう時ってね、得てして、暴落が起こったりするようなものなので、みんなの目線が上に向かっている時ほど、下への警戒っていうのをね、持っていった方がいいのかなというところですよね。これはやっぱ集団心理ですよね。
ただ、まあ、これはね、もちろん憶測の域を過ぎないですし、まあ、そうならないかもしれない。なので、まあ、逆張りの認識を持ってね、まあ、ここまで来たら損切りをしようという、そういった意気込みで、このチャートを見ています。はい。で、まあ、ドル円に関してなんですけども、今週の 流れ、この直近の高値をね、抜いてきた、切り下げを抜いてきた、4時間足レベルでこれトレンドが発生してきたと。111.18ってところのサポートでして、大きくね、値を上げてきた。この流れで、この112円だったり、112.2円だったり、ともするとね、この113円付近まで、まあ、上昇していく可能性もあった場面っていうところなんですけども、やっぱりここね、何度も何度も止められてるっていうところだったり、この112円から112.5円、112.2円付近、やっぱり強い抵抗体になり得る場面なんですよね。今の直近の高値を超えていっても、次はまあこの辺りと。まあ、どうしてもね、極端なトレンドにはなりづらいチャートになっていて、まあ、日足で見てもね、こう緩やかな流れですよね。まあ、乱高下はしてるんですけども、まあ、111円から112円の間で、ね、まあ、緩やかな動きをしていると。まあ、その理由としてはね、まあ、どうしてもこう高値、上値が重いというか、まあ、高い位置まで来ると売られるっていう流れがまあずっと続いているので、今こんな流れにはなっているということですね。今上昇してきましたね。まあ、損切りが終わるかもしれませんけども、これはまあね、もうしばらく様子を見ていこうかなというふうに思います。はい、で、まだね、今チャートは動いているんで、このまま112円だったり、112.2円だったり、それを超えてくると、もうね、113円とか見えてくるんで、そうなってくると 今度は週足の、まあ、ダブルトップですよね。113円付近。この辺りからの売りっていうところ、まあね、まだしつこく売りを狙ってるわけですけども、この辺りからの売りっていうところを、次は狙っていこうかなと。ただ、週が明けた、このままね、週が明けてくると、仮にこう直近高値を抜けて週が明けてくるとすると、112円の今度はね、サポートとして機能して、これがね、これが112円だとすると、こんな感じでね、押し目買いを狙っていけそうな展開にはなってくると思うので、113円付近がね、もう一段階上に上がっていきそうな流れっていうのも、まだまだね、想定できるわけですけども、今現状の流れとしては、112円、今この辺りか、もしくは112.2円付近から売られていくっていうのが、まあ、一つ想定できるかなっていうところで、一旦ね、まあ、売りのポジションを持ってるってところです。買うにしては今ね、現状高すぎる位置なので、買うとすると、はっきりと抜けてからの押し目だったり、まあ、下がってきてこういったところね、もう押し目を作ってきたところから買っていったりっていうのが、まあ、ベストですよね。ドル円に関してはそんなもんですかね。まあ、正直ね、チャートの未来は誰にもわからないので、まあ、今チャートがどうなっているのか、まあ、ここまでの流れってところを、まあ、天秤にかけて、まあ、どちらに向かいやすいのかなと。まあ、自分がね、前々からお伝えしているように、高い位置まで来ると、まあ、売られやすいといったところで、まあ、ずっとチャートを見ていて、まあ、その流れはまあ現状変わってないので、まあ、高い位置まで来たら売ろうかなといった選択肢を持って、まあ、長期足の流れでね、売りっていうところを見ているっていうところです。はい。で、ちょっと他の追加ビデオを見てみようと思うんですけれども、で、これユーロドルですね。これ今朝方のチャート観察で、この111.173付近ですね、直近の高値、これがまあ一つの目標なので、一回ね、この日足レベルの V 字回復してから押し目買いが入っていったんですけれども、この辺りからまあ売られやすいぞと。もしくはまあ、ここ抜けていくっていうよりも、まあ、一旦この辺りでね、週明けを迎えるのかなと。まあ、そういうところを見ていたんですけど、やっぱりこう売られてきたっていうところですね。で、今度は下がってくるとね、ここに、まあ、サポート抵抗体1.165っていうね、抜けていった、まあ、抵抗体があるので、こういったところから、こうね、押し目合いが入っていきそうなところなので、
週明け、まあ、この50ピップスぐらいは、まあ、ひとまず狙うような流れにはなってくるのかなと。もちろんね、まだまだチャート動いているので、このままどんどん下がってきて、このあたり、高値を作ったお知らせまで来る可能性もありますし、まあ、そうなったとしても、まあ、一旦の、まあ、この上昇は、まあ、狙えるのかなと。で、その後ですね、やっぱりこう、このダブルトップだったり、まあ、日足とかね、見たときにも、まあ、これ超えられないな、超えられないなっていうところになってくると、まあ、売られやすい展開にもなってきますし、まあ、繰り返しですけどね、これ週足を見てみると、もうちょうど移動平均線に当たるような位置で、まあ、週足レベルの、まあ、戻り売りが入っていきそうな場面でもあるって言ってますね。で、これ切り上げラインを引いてますけども、この切り上げを抜けてくると、まあ、いよいよね、大きい、この大転換点というかね、まあ、そんなところにも差し掛かってくるのかなと。その理由としては、やっぱり直近の安値をこう一旦抜けてるっていうところが強いですよね。抜けてからまあ V 字回復してきているチャートではあるんですけども、まだまだここでね、まあ、強烈に売られている中での戻しなので、長期の流れで見ると、まだまだやっぱり売られやすいから。その中でこの1.17付近、1.17から1.17付近っていうのは、以前こうね、まあ、切り下げてきて、天井圏でこう揉み合った位置なので、やはりこの辺りっていうのは売られやすいと。ただこれね、V 字回復はしてきてるんで、この1.153ぐらいですかね、そこから、まあ、1.17付近の、まあ、この200ピップスぐらいで、まあ、ひとまず動いていくのかなと。まあ、そんな意識というか、そんな目線で、この先のチャートを見ていくと、良さそうかなというふうには思います。この辺ですね。で、最終的にこう、まあ、この切り下げを抜けてくるような流れになってくると、直近安値も抜けて、大きくズドンと売られてくる可能性もあるので、まあ、週明けは、この辺りですね、まあ、1.17から1.17付近、この辺りの動きっていうところに、まあ、注目して、いけるかなというふうには思います。で、もう一つ、これユーロ円ですね。というのが、日足レベルのこの締め買いが入っていったっていうと、切り下げラインからブレイクして、かなり強い勢いで、ね、上昇していったっていうチャートなんですけども、この131円とですね、直近の高値、ここでまあ一回売られている、まあ、押し目が入ってきているような状況になっているのかなと。ただこれ、まあ、持ち合いを上に抜けてきた、まあ、かなり強烈な陽線、買い勢力でドーンと抜けてきたっていうところと、この直近の高値も抜けてきているっていうところ。で、この129.7付近、まあ、レジスタンスを突破してきているっていうところを見ると、まあ、締め、ある程度ね、下がってきたときに、まあ、締め合いが入っていく可能性は、まあ、高いのかなっていうところですね。ただ、これが、まあ、魂になって、大きく下落をしてきて、まあ、トレンド転換していくっていう形ももちろん想定はできるので、ここはね、ここら辺の動きっていうところを、まあ、注目して、あとは、まあ、その他の通貨ペアとの相関関係ですね。特にユーロ円っていうのは、まあ、ユーロと、円、まあ、掛け算通貨と言われているものでね、まあ、ユーロドルとドル円の動きによって、まあ、それの影響を受けやすい通貨ペアだったりするので、例えば、ドル円が下がって、ユーロ円が下がった、ユーロドルが下がったりすると、ユーロ円も釣られてね、大きく下落するみたいな、そういった動きにもなりやすいので、そのあたりはね、まあ、注目して、他の通貨ペアも、注目していくと、まあ、チャンスも増えるかなというところだと思います。ここまでね、一旦この、抵抗体を抜けて強く買われてきたっていうチャートなんですけども、まあ、週末というところもあってね、まあ、ちょっと勢いをなくしてきているのかなというところですね。なんで、まあ、利確を取った売り等が入って、例えば、まあ、下がってきたりすると、まあ、そこをまあ一旦狙ってね、まあ、売りっていうところもまあ狙える可能性はありますし、まあ、下がってくるとね、この4時間の締め買いっていうところが入ってくると思うので、130円とかね、130点。
まあ、米ですかね。4円とか3円とか。まあ、そういったところからの、まあ、締め買い、っていうのが、まあ、週明け、まあ、見ていけそうな流れなんじゃないのかな、っていうところですね。でその後の動きはね、また週が明けてから、まあ、どうなるか、まあ、窓を開けてくるのかどうなのか、まあ、そういったところを見て、見て、行きたいってところですけども、まあ、流れをつかみやすいね、4時間足っていうところを見ると、今この、まあ、レジスタンスを突破してきた、持ち合いを突破してきた、直近流れを突破してきたっていうところで、ちょっとね、まあ、買い方向に少しは優位性があるのかなっていうところですね。うん。まあ、それを踏まえてね、まあ、来週、チャートを見ていきたいなというふうには、思います。はい。で、先ほどの続きなんですけど、ドル円、今、ちょっとスプレッドが大きく広がっていましたね、今ね。はい、こう詳しい。直近高値を更新しに行きそうですけれども、さあ、どうでしょう。今更新しますかね。まあ、損切りされ、あ、まあ、今ね、損切りはここに置いてあるんですけども、損切りされれば、3、マイナス5ピップスぐらいですね。うん。今、5分足レベルでこうダブルトップを作ってきているような状況で、これを超えたらね、今の根拠が崩れてくるので、まあ、損切りをして終わるということになると思います。今のね、23時、アメリカの重要指標ですね。高値をつけて、そこから今、上ひげつけて押し返されてますけども、どうでしょうね。この安値を超えてくると、どんとね、まあ、下げていってくれるかなという、そういったチャートうん。かなと。いうふうに思います。はい。まあ、あれこれ、もう喋ったと思うんですけれども、まあ、ドル円じゃないでしょ。株価。日経平均だったり、まあ、ダウ平均株価だったり、あとは、昨日かな。その子の政策金利が発表されて、現状 17.5% かなんかが、24% だったね。金利が大幅に引き上げられたと。それによってトルコ円、トルコリラ円が大きく上昇したっていう、こんなもんかな。1円 ?2 円 ?1 円。1円 1.5 円ぐらいかな。まあ、上昇したっていう、まあ、そのチャートですね。日足で、まあ、ちょっと、まあ、上に行くのかいかないのか。あまあ、そんなチャートを見しているっていうところで、ちょっとだけね、まあ、ニュースになったのかなという、そういったチャートです。ただね、まあ、ドル円が、まあ、金利、引き上げ、っていうところを、歌っていたりとか、まあ、今後ね、うん、金利の上昇を歌っていたりとか、まあ、いろんな要素がね、まあ、ドル高傾向にあったりとか、まあ、トルコリラの、まあ、政治情勢っていうのは不安定だったりとか、その政策金利を、まあね、極端に、24% ですからね、極端に引き上げたところで、まあ、もちろんね、それによって投資家はまあ多少動いたわけですけども、まあ、以前もね、トルコリラだったり、新興国通貨は危ないぞっていう話は、まあ、動画にとってお伝えしたところですけども、まあ、このまま上昇するかと言われたら、まだまだそんな流れではないですよね。まあ、単純にこの日足のチャートだけ見てみても、この戻り高で、まあ、19円かな。まあ、19円ぐらい。まあ、ここを超えてくるまでは、今の流れは、まあまあ、全然下に向かっているので、まあ、こういった今、持ち合いになってきているっていうところですかね。うん。まあ、仮にもう一つね、上の週足を見てみると、ここの感じ。まあ、ずっと売られてるっていうチャートですね。まあ、もう一つ、月足を見てみても、まあ、ずっと売られてると。まあ、ずっと売られてるんですよね。今のかつて、トルコリラ円っていうのが、まあ、上昇に転じたことはないと。まあ、ずっとこう、まあ、ずっとこう売られてきてるわけですよ。うん。まあ、どっかでこう、まあ、上昇トレンドを作って、高値をチャレンジしに行くっていうことはなく、まあ、ずっと、まあ、下落の一途を辿ってるっていうのが、トルコリラ円っていうものの、まあ、現実なんですよね。うん。まあ、これを見ると、もちろんね、スワップ金利っていうね、まあ、金利手数料を生み出すような、まあ、投資の類、まあ、その狙いを持って、まあ、投資してる人がほとんどで、
ここでまあ上昇、まあ、為替レート、為替差益を狙うような、まあ、そういったトレーダーは少ないのはまあ現実なんですけれども、それを狙うにしては、あまりにまあリスクが高いのかなというのが、まあ、率直な感想ですよね。まあ、少なくとも、その政策金利が大幅に引き上げられて、このトルコリラを所有していれば、かなり大きい金利手数料をもらえる状況にはあるんだけども、それは裏返すと、とても危険な状況ですよと。どんだけ金利が上がろうとも、仮にこのトルコリラっていうものが消滅してしまったりとか、なんだろうな。いろんなリスクをはらんでるってことですよね。そのうまいものには罠があるというかね。例えばドル円の金利がね、その24%とか、そんなものになったとしたら、まあ、みんな、ウハウハで、こう、儲かってる状況になるわけですけども、こういった、まあ、新興国通貨がそういうふうになってくると、逆にこう、自国通貨の不安感につながったりとか、そんな金利高くして、なんだろう、大丈夫なの、この通貨。怖えよ、危ねえよ、みたいなね。逆にそういった意識も出てきてしまいがちなんですよね。ただ今は一時的にこう上昇しているというところを見ると、それによってね、投資家さんたちが食いついた、どっかの大きいお金を動かす人が食いついたという状況はありそうですけれども、トルコリラ、この日足を見ても、この戻り高値を超えてくるまで、19円というところを超えてくるまでは、目線は当然下向いてますし、下落のペナントみたいなね、そんな感じのチャートを作っているというところなので、上がってきたら、売られやすいかなと。いうところですね。もちろんこれね、相場の未来は誰にもわかんないので、こうなるかどうかっていうのがわからないんですけども、買っていくとすると、この高値を19円を超えて、そこから、底を作っていくような流れがあれば、安定してね、行くような流れはありそうですけども、時間もかかりそうですしね、まだまだ正直どうなるかわからないと。なので、取り扱いは、ご利用は計画にというところじゃないですかね。余談でしたけども、トルコリラ円の様子っていうところをお伝えしました。もう一つおまけなんですけども、これビットコインドルですね。しばらくね、話題に上ってなかったビットコインですけども、いつでしたかね、大きく下落をしてきてから、一度ね、急反発をしたんですよね。急反発をした時にも、まだまだね、目線は下を向いてるぞっていうところはお伝えしていたところで、このラインですよね、9000ドルとかっていうラインを上抜けてこないと、9000ドルとか1万ドルとかね、そういったラインを上抜けてこないと、この流れを今のね、売りの流れを変えていくのはちょっと厳しそうだぞと。いったところはお伝えしていたところですよね。で、さらに言うと、このチャートを今、見てわかるように、よいしょ。こんな感じでね、上昇していけば反転していく可能性はあるぞと。なんで、買っていくとすれば、このラインを超えていってからの押し目買い、このあたりから買っていっても、遅くはないぞと。それまではね、その全力で買っていくというか、以前ね、バブルが起こったような最高値、2万ドルとかね、そういったところを目指して、ぐんぐん買っていくような流れには、今現状は、ならないぞというところですよね。それはただね、客観的にこのチャートを見た感想なので、実際どうなのかっていうのは、もちろんわからないですけども、例えば近い未来、例えば年末とかにね、直近高値、こういう1万7000ドルとか8000ドルとか、そういったところに行くのかどうかって言われると、それはほぼありえないですよね。ほぼというか、ありえないですよね。この状況がこんな感じでね、ぐーんと、行ってしまうっていうことなので、チャートの形的にも、不自然極まりないですし、いくら、ここでね、これどのぐらいだっけな、半年ぐらいですかね、かなりの短期間でぐーって上昇した過去があるので、今現状、そうなってもおかしくないわけですけれども、ただただ、この今のビットコインっていうのは、参加者が少ないですよね。新規の参加者が、ほぼいない状況で、
まあ、出来高が少ないとかって言われてる状況ですよね。で、あまりニュースでも取り上げられなくて、寂しい状況。っていうのが今のこのビットコインの状況で、まあ、高値を切り下げてきて、こうなんでしょうね。こう、しょぼくれていってるというか、まあ、しぼんでいってるというか、まあ、そんな状況にはあるのかな、というところですね。まあ、ただこれ、長期の流れで見ると、まあ、三角持ち合いっていう状況ですよね。なので、まあ、この行き着く先は、どちらかにチャートが触れていくっていうのは、まあ、もちろん想定できるところで。まあ、その後、まあ、どうなるのか、正直わからないですよね。で、下にあるこれ6000ドルっていうところで、今こうずっとサポートされてはいるんだけども、ここを下だけでいく可能性ももちろんあると。で、こういった状況の時っていうのは、結局、大きい動き、大口の投資家が何かするっていうところではなくて、参加者がドカンと増えないと、正直どうしようもないですよね。今、例えば、なんだろうな、ビットコインが危ないとかそういうことじゃなくて、なんかこう、儲かるぞと。いいニュースが流れたりとか、こんな機能が出たぞって言って、まあいいニュースが流れたりとか、ビットコイン不安感が、たくさんあって、ハッキングとかね、いろんな不祥事等があって、こう大きく下落してきたっていう、そういったね、ネガティブなニュースがあって、ドーンと下がってきたっていう背景があるので、それを払拭するぐらい、まあ、いいニュースがあって、ドーンと新規参入。例えばね、シーンバンバン打って、この間も、仮想通貨で、本田圭佑選手がね、イメージキャラクターになったっていう取引所が、ニュースになりましたけども、ああいったいいニュースがどんどん流れてきて、新規参入者、あ、僕もやってみよう、私もやってみようっていう人が入ってこないと、今の流れをね、こう上に向かっていくのはちょっと厳しいのかなというところですよね。で、今これ、6000ドルってところで支えられてますけども、まあ、仮にこれがね、上に転じるとしても、まあ、もう一段階こう、例えば下がってから、ビヨーンって上がるようなね。何らかのこう、動き出し、がないと、どうにもこうにも動いていけないのかなと。逆にこのままだら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 、じわ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 、下がっていくような流れになってくると、それこそね、まあ、風前の灯火というかね、まあ、消えゆくビットコインみたいな感じになってしまう、危険性も、まあ、はらんでるような、まあ、チャートには、あるのかなと。ただね、その背景にあるニュースとかっていうのは、いいニュースが結構あって、その技術が認められて、国レベルで仮想通貨を使っていきましょうとか、まあ、いろんなところと提携して、こういった技術を使っていきましょうとか、そういったいいニュースってすごくいっぱいあるんですよね。なので、まあ、この仮想通貨っていうものがなくなるとは、まあ、とても思えないですし、まあ、どっかのタイミングでね、大きいお金が入ってきたりとか、まあ、新規参入が増えてきて、ある程度の上昇っていうのは、まあ、見込める可能性はありますけども、今現状、これから直近、まあ、数ヶ月とか、まあ、数年とか、まあ、そういった流れで見ると、まあ、ちょっと今の流れをね、変えるのは、まあ、厳しいのかなと、いったところですよね。これはあくまでね、自分の個人的な感想なんで、まあ、それをどう捉えるかは、おのおのの、ね、判断に、まあ、委ねられるというところですけども、まあ、投資をする対象として、まあ、特にこのビットコインを選ぶっていう理由は、今現状はちょっと見当たらないのかなっていうところですね。もし、まあ、ここでね、まあ、今までビットコインを、まあ、あれこれと売買して、まあ、仮に儲かっていたっていう人であったとしても、もう少しね、まともな金融商品というか、まあ、例えば似たようなね、株式とかね、まあ、為替、等の、まあ、チャート、同じようなね、チャートを作ってるもので、まあ、より安心感のあるね、金融商品っていっぱいあるんで、まあ、そういったものを、まあ、やっていくのも、まあ、一つの、手段なんじゃないのかなというふうには思います。まあ、さっき言ったようにね、このチャートが仮に上に向かうためには、かなり大きい、人が入ってくる必要があって、で、戻り高値と、まあ、超えていってから、もう締めが入って、もうそういったところから、
もう一回ね、あ、じゃあさあやろうって思っても、まあ、全然おかしくない、遅くないってことですね。まあ、それまで正直面白くない動き、まあ、小さい小幅な動きで、こう何、味方同士で殴り合ってるみたいなね、近距離戦でこう殴り合ってるような、そういった状況が続いてるので、まあ、消耗戦ですよね。まあ、そこに参加するのはどうなのかなと、まあ、思わざるを得ないので、まあ、そういったものでね、まあ、少し考え方を変えて、ちょっとね、一歩引いて、こうチャートを見ていくのが良さそうかなというふうには思います。はい。まあ、これはあくまで個人的な感想なんで、まあ、これね、投資は、まあ、好きにやるのがいいと思います。ただね、まあ、一つ言えるのは、例えばビットコインが好きだとかね、なんとかコインを俺は愛してるとか、まあ、そういったもので投資をするのは、まあ、投資の本分から外れてるんで、まあ、儲かるっていうことを主として、まあ、投資をやってるのであれば、まあ、個別銘柄の、まあ、愛着とかね、まあ、そういったものは捨てて、より有利なもの、まあ、勝ちやすいものにシフトしていくのが、まあ、賢い選択ですよね。で、これ今、ドル円のチャートです。再度、こう、天井圏、これ5分足ですけども、まあ、上下乱高下している状況が続いて、ちょっと、まあ、下がっていきにくくなったかなというところですけども、まあ、高値超えられないっていう流れになってくるとね、まだ下がってきそうで、なので、まあ、損切りはまだここに置いてありますけども、さあ、どうでしょうね。まあ、112円っていうところをね、まあ、中心にして、112.5円、05、111.05から111.95、まあ、このあたりの10ピプスぐらいの範囲で今、値幅が動いていると。まあ、重要指標からドンと上げて、まあ、レンジを作っている。まあ、おそらくこの動きはね、24時ぐらいに、まあ、決着を見るのかなというところですね。で、まあ、24時を過ぎたあたりで、まあ、上に抜けていくようなことがあれば、もちろん損切りをしてね、まあ、今週は手仕舞いにして、あとはまあ来週以降、このネックラインですね。ひとまず112.2円。で、まあ、そこを超えていくとすると、まあ、113円ですね。まあ、そういったところの上昇っていうのは、まあ、見て取れるかなと。で、週明け、例えば112.2円、このまあネックライン等で抑えられるような動き、まあ、上に窓を開けてから下落をしていくとかね、まあ、そういった流れがあれば、やはりそこからね、まあ、強く売られるっていうところをまあ想定して、まあ、再度、売りのポジションっていうのを持っていこうかなというふうには思ってます。まあ、なんで売りのね、目線を持っているかっていうところは、まあ、最近というか、まあ、去年ぐらいからずっと、お伝えしていくことなので、またね、日々のチャート観察等で、まあ、詳しくお伝えしていければいいかなというふうには思います。はい、ちょっとね、長くなりましたけども、まあ、今週の振り返りと、まあ、来週の展望と、あとはまあ、余談ですけれども、まあ、トルコリラ円だったり、まあ、仮想通貨の流れだったり、まあ、投資関連のね、まあ、ざっくりとした、まあ、雑感等をお伝えしていきました。何らかの参考になれば幸いです。はい、それではね、今週、まだね、チャート動いてますけれども、まあ、ワンチャンスありそうなんでね、これからまだ勝負する人は、まあ、注意して。まあ、今日はもう手仕舞いをする人は、まあ、週末ね、まあ、連休というところで、まあ、ゆったりと、する。ないしね。火曜日からの動きに備えて、まあ、シミュレーションを繰り返すとか、まあ、バックテストをするとか、まあ、自分の中でね、できることをして、また来週の相場に、まあ、備えていくのがいいのかなというふうに思います。はい、それではね、今回の話は以上です。今日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また更新します。